こいい暮らしして見えるみたいなんですけど、はい、私お金なくて会社もらえなくて困ってるんですけど。マジですか？はい、マジですか？が来ないんですか？が来る、来る、来るんですか？私もお母さんとお涙頂戴でお金を貸しまして、貸したんですか？いくら貸したんですか？公共の場所って言ったら、まあ、場所だけ。もしもーし、もしもーし、うん、ごめんね。はい、港区でさ、ちょっと打ち合わせが一件あるんだけどさ。メールにてもらったら、どうして逃げるんですか？話できないんですか？いやもう帰りたいなんか、帰りたいって言えよ。もうそれ誰か相手ください。外から話せます。いやいや話しよう、はい、じゃあもう走らんときどかしなさいじゃん、じゃあだってこう被害者じゃん。私お疲れ様です。お疲れ様です。いい音鳴ります。こうやって俺が叩かれるな、視聴者に。はい、まあ、和歌山県境のこれ何って読めないんだよね。新宮、新宮、新宮駅って、まあ、3時間かけて来たんですけど、何で来たかっていうと、あの前ねちょっと動画になった同級生の女性の、まあ、女の子がおって、あの簡単に言えば250万円詐欺して、そうそう、詐欺られた、ね、そいつが何って言ったら、まあ、塗装業者さんで、まあ、とある比較サイトで多分依頼して3社4社で一番安いから頼んだみたいな流れがあって、うんうん、でそこで工事依頼したらもうくちゃくちゃになっちゃって、で結局250万も返してくれないと、まあ、そういう事件がこれあって、まあ、俺もそいつと直接対決したりとかいろいろやって、まあいろいろ話して、で結局まあその動画では最終的にはまあ月々、まあ、1万でも2万でもいい払えよみたいな話で終わって、もう半年1年ぐらい経つの？1年以上経つよ。1年以上経つでしょ。これが警備局とかまで動いてる。ついに、うん、警備局とか警察っていうのも1件2件じゃ詐欺立証できないみたいな感じで、うん、じゃあ件数増やせって言ったら、結局テレビ局もすごい頑張って動いてくれてるらしくて、岐阜とかなんか向こうの方でまだめちゃくちゃやってるらしいんだ。被害に遭ったのはその友達の女の人だけじゃないってことだもんね、言えば。そうそうそう、この動画を見て、この前回の動画を見て、うんうんうん、あの来てくれた人がおって、うん、でそれは俺に直接じゃなくてそこの方にね、あなたこういうやつに塗装されたんじゃないですかみたいな、そいつんち自体はいい風にしてくれたんだけど、そこをちゃんとやったかって言って紹介ちゃんとくれてって、何件も紹介したらそれ全部金バッと受け入れられたみたいな。でその人なんかもう精神的に壊れちゃうじゃん、うん、だって近所の人にさ、ここの塗装屋さんいいよって言ってお前が紹介したら、お前が全部銭持ってトンコしたんだよ。で、まあ、そういう話が動いとったんですけど、これもうほんと大事件、うん、大事件が起きとるのはそいつ犯人側の、だから詐欺した人だよね、うん、の身内から突然会社狙われたんですよ。その家も被害になってた。十何年ぶりに帰ってきて、身内なのに被害者なんだ。そう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 。へえ、って、じゃあぜひちょっとお話聞かせてくださいって、うん、行ったら3時間場所はね、場所はね、あの会社から3時間、うん、ちょっと一回話聞きに行こうか。はいはい、じゃあ行ってみよう。はい、はい、あ、危ないですか？もともと知ってたんですか？あの、そのことで違う業者さんがこういうの出てくっていうのを教えていただいて、はい、こういう人がまさにあいつだったんで、あの多いですよね。はい、あ、もともとは親戚って知っとって、知り合いがいていたんですか？お前の家族親戚じゃねえかみたいな。いや違う、被害に遭われた業者さんがありまして、その方は僕、なぜか僕に電話かかってきたんです。えこれどうか取らせてもらっていいですか？はい、で、まあ、ちょっと編集したやつはあの一回送るんで、あ、はい、で、今どこまで使うかは、はい、まあ、多分その身内もあるんで、まあ、中田です。あ失礼します。あ、どうぞ。大丈夫、お金の無心に来るんですか？そうですね。ここ何年ぶりに来たんですか？それは十何年ぶりぐらいですね。はい、ある日突然お盆とか正月でもないのに、はい、そこで待ってたみたい、張ってたみたいなんですね。誰か、誰か、うん、はい、失礼します。失礼します。失礼します。うん、こっち横座らしてもいいですか？あ、どうも、失礼します。はい、すみません。こんにちは。あ、いや、こちらこそ。こんにちは。もう申し訳ないです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。孫には随分。
迷惑かけとんねやね。まあ僕は直接ではないんですけど、まあ、頼まれて、僕は被害者ではないんですよ。あ、もしよかったらお母さんも一緒に なんかあったんですね。なんかあ、それはね、後で聞いたらなんか戻してきたみたいな。あ、戻してきたんですか。どうやって作ったのか知らないんですよ、お金を。お金借りたやつは返してきたんですか。え、なんかお金を貸したんですか。返ってない。借りてきてないですよね。帰ってきたって。このあれは帰ったけどね。そうだよ。その前のがね。前のも結構溜まってた。溜まってね、一個も返してくれないけど、この前のはもうこの子が承知した言うからね。あの相談した言うからね。ああ、お父さんの許可をもらってるってお母さんに嘘ついて。そうそうそう。ちなみにどういう関係になるんですか。あ、そうだ、お母さん座ってください。あ、ありがとう。うん、あの、まあ、うん、僕は多分本人にとってもこれ後でちょっと説明するんですけど、被害めちゃくちゃ出てるんですよ。今どんどん増えてきてるんですよ。もう今もずっとやり続けてるんですよ、理由で。口がうまいからね、私もね、ついね、騙されてね。で、ちなみに僕は連絡とか取れるんで、まあ、で一回動画出た時に動画消してくれってきたんですよ。だったら月々3万円で払えって、はい、見ます見ます。はい、で2、3ヶ月は払ったんですよ。だからやっぱこういうのもやっぱ家族とかが動画で撮る、いや本当のお願いだから下げてください、だったらお前こういうことやめろよって本人に言ってあげた方が、警察も動いとるんですよ、ぶっちゃけ。動画見せてもらったんはオタクでした。ああ、そうです、はい、ね、YouTube で。で結局僕の同級生が塗装をまあ依頼して、うん、250万だかなんかで、うん、200万だったかな、ちょっと僕も覚えてない。170万で結局工事が進まないと。で足場だけはもうかけて家の塗り替えで全然入んない。でまた入ります、また入りますって、そのやっとるうちにもう3ヶ月だか半年だか工事全然せえへんから、めちゃくちゃですね、うん、もういいわって言って、足場ばらしてくれって言っても、足場もばらしてくれないと。で、足場屋に俺直接頼んで、はい、お前らがばらさんかったら俺ばらして材料持っていくぞって言ったらすぐばらしに来たんですけど、はい、何したかっていうと、工事自体は170万だけど、はい、それこそ妹が病気だとか、って言うんですけど、はい。もう口がうまいって。実際病気じゃないんですか。病気は病気ですけど、そんな動けないような状態じゃなくて、うん、本人とこの間喋ったんですけど、はい、もう顔も見たくないって言うんですよ。あ、なんか旦那さんもおるんですか。結局250万もう工事代金も全部渡しちゃって、ちょっとお金困るで材料がいるからなんだっつって、で結局まあ工事進まんで、もう僕も塗装屋なんで、同じ職種なん で今テレビ局とかもいろいろ動いて、もう警察沙汰になるって言ってやっとるみたいなんで。どこにも来たってテレビ局。11時過ぎ、もう私あの体調割れてもう横になってまして、はい、警察の人来たよ。あ、警察来たんですか。あいつが狂言で僕が虐待をしてるって。なんで、すごいよ。なんでそんなこと言ったんですか。目的は分からないです。で、それ聞いて確認のために警察の方に、ばあちゃんが心配やで電話した言うてね。うん、はい、あんで、あいつ自体は出てきたんですか。あ、ここへ来た時ですか、はい、車でそこを横付けして、要は待ってたんですよ、どっちか帰ってくる。それ警察との次の日ですか。あ、警察、私か、待ってるんです。初めは、まあ、やっぱりね、息子とね、話し合わないためにちぐはぐしてってね、はい、初めは、はい、私ちょうど出かける前でね、バッグ持って外へ出たら立ってますやないの、ヒロがね、はい、もうどうせお金やろう思ってね。ね、それはなんでお金やろうと思ったんですか。前にもあるんですか。もういや、あんな一方から来る目的って今考えたら一つお金ですよね、要はね。理由がないんですよ。それはないですか。前にもお金借りたりしとるんですか。そうあったら知らんことです。そんですね、じいちゃんに手合わしたい言うてね、そうそうそう、はい、はい、ね、仏さんもないでね、もう帰ってくれ言うてね、はい、今から私よう出るで、もう帰ってくれって、はい、その俺はうち入れなんだんです、はい、ね、ほいで私は行くし、もう帰ったものやと思ってました、はい、ちょうどこの子が例え、うん、買い物に行ってしたら、そこら辺で貼っとってね。あ、待っとったんですか。待ったん。お寺はどこやいうのでね、お寺へ合同に入れてもらってますよね、
ほいで高校やった。お寺はどう行くんやん。でもややこしいからね、もう溶接目線でね、はい、言うて帰ったもねん思ってました、はい、そしたらたまたまそう買い物出て家入る前にそこへ待ってったんやね、はい、こんなことは私もつい知らず、はい、ね、入れてしまったってことですね。何十年ぶりに会うたか、ね、何十年ぶりに会うたでね、ほっとくわけにいかん言ってね、はい、昼も食べに行ったらしいわ。あ、一緒に食べに行ったんですか、はい、ね、最初、やっしゃいがあったから、はい、あ、先に会ったんですね、一回出かけて、断ったけど、はい、まあ、会ったから、後から、はい、ご飯連れて行ったんだ、はい、うん、そんで、帰ったもんね、思ったんだね。それでこの子も夜になったらね、どこ行くんやっても言うや、私も分かる、飲みに行くねや言うたら私も止めました、はい、黙って出たんです。2日目もまた飲みに行くやんって飲みに行ったんです。あ、ま、なんか気使いますよね、だって十何年ぶりに。ああ、この折り、また行こうって来たんですか。この折店でこうなったらしいんやで、侮辱されたんですよ、あ、あの知り合いの前で。貴様と貴様こいつ、なんでもともとあいつのおじになるんですね、はい、要はお母さんの兄弟ですか。揉めたけど、なんで揉め、いきなり揉めたんですか、あいつは。何かそこは知りません、私は。なんですか、いわゆる分からず。普段は何て呼んでたんですか。まあ僕の名前ですけど、はい、清重兄ちゃんとか言って、清重兄ちゃん、清重兄ちゃんって呼んどって、はい、兄ちゃん兄ちゃんって呼んどったのに、貴様こいつ揉んどるち、お前、そうです。なんですか。分からんす、なんで分からないです。それなんかいいお前なんで、そんなもうその動画のことは知っとったんですか。まだ知らなかったんですか。知らないです、知らないです。あ、全然知りません、この子は。私も言うてないから、前のことから知らんのです。その前は何があったんですか。そのお金を結構貸してるんですか。貸したりしたんですか。あの正直ぶっちゃけもう 恥になりますけど、あいつの親父もういないんですけど、はい、あれ散々やられたよね。知らん、俺そこ知らないんだよ。優しい言うてくれるからさ、はい、このかぶっつけに言うから優しい言葉かけてくれんの、はい、ね、ほんで優しい、ばあちゃんどこ行く、行きたい、温泉行こうか、昼食べようか、まあ、早玉神社って神社へね、はい、まあ、行ってこうか、あか、うん、今回最近今回、はい、ね、お金のことはそ一切言わなんだんです。あ、はい、で、えらい大きな車乗っとるからね、あぶりいいんやね、言うてね、はい、まあ、大きなことばっかり言うてたけど、言い方が優しいんです。はい、それに私こってり騙されてね、はい要はお金取る、せしめるための餌です。おな、どうやってお金取ってったんですか。帰りしな車の中で、何か意味のわからん警察へ、何して一時預かってもらおうかねや言うてね、あ、出す金や言うてね、はいはい、ほんで50万貸してほしいんや言う。せやけどそれはもう帰ってくるお金やから、いついかに帰ってくるでカレンダー丸一回まで言うてね、はい、清重にも相談しとったら、ばあちゃんと相談して、はい、相談せい言うたって、この人も金もお金ないからね、はい、そう知っとるものや思って私貸しました。あ、実際は清重さんは許可をもちろん出してない。出してない、出してない。話も2人 でね、こっそり出かけてしまって。でその日付はいつなんですか。もう過ぎてるんですか。え、返す日は。あ、過ぎました。もう過ぎて、もう過ぎてます。私葬式済ますね、はい、自分で。もう向こうの子らにもこう迷惑かけたくないので、はい、まあ、葬式のお金を葬儀屋さんで、うん、で、まあ、用意しとるっていうことは言いました、はい、2人の前で、はい、そのお金が100万用意しました、はい、ね、それを見せたで50万あるっていうことは分かってますわね、はい、さあ、ほいつは50万貸してくれって言って。何、お金は遊んでたんですか。警察関係、お金のやり取りしてるところは僕見てないんですけど、はい、もう一切ね、この人にはね、私もいつ言おういつ言おう言いながらもね、はい、
うん、遅叱られるで、怒るで。なんで貸したんだってね、怒るもんでも言わずに、この子には言うてなかったんです、うん、何回もあるんです、それは。その何回もっていうのは、過去にもお金を貸したことがあるんですか、うんうん、もうそれ、もう今言わまた叱られるわ。もうすぐなさらへんの。もう言わん。でも、まあ正直いくらね。それが恐ろしくてね、この子に叱られるんが。うん、借用書も何にもなしに渡すんで。ああ、まあそうですね。せやでね。で、その過去にはいくらぐらいお金貸してるんですか、正直。何百万ですか、初めて聞く。いくら。せやろ、初めてやろ。旦那さん、埼玉も置いてきます。ちょっと見てください。結構の手口が。親父と似てるんですよ、前の。もういないのそういうことですよね、そういうことですよね。今話題になってる方のお父さんもそういうちょっとお金がちょっとあれだったんですよね。これは見てください、だって書いてきません。 YouTube 乗るよ、これ世界中配信される。あ、もうこれ、あの、モザイクかけます。え、480万円うわ、違います。これ、こんだけ現金が入るから、あとあとこんだけ。あ、全額で400万円になるっていうのは、400万貸してるんですか？トータルで、一軒貸したら。初めて聞いたんだし。もうほいでね、それをいつ言おうか、いつ言おうか言うた方がええかいね、思って、悩んだあげく、まだ言うてなかったんです。それが一個も返してくれんの、お金。ここで泣いてね、土下座してね、貸してくれ言うてね、もう帰りませんよ、出すまで。そんでお金ないで貸せんって言うてね、はい、私が言うとね、銀行まで行ってね、私の口座の銀行の残高まで聞きに電話したらしいです。それは銀行の人言うてくれました。銀行はね、本人じゃないと言わんらしいけど、まあ言うてもらったら困るけどさ、うん、ああ、まあ、お母さんはもう生きていないんですか、いないんですか。あ、二人とも亡くなってる。亡くなってるんですか。で、うん、そのまあ、と言いますの、その生命保険を受け取られなかった、二人。いや、兄弟、娘ですね。妹ですね。妹ですね、あいつの。なんか全部、全額持ってたみたいで、解約して。ああ、妹と兄貴で割るやつを兄貴が全部持ってたんですね。そうです。お母さん、この貸し始めた時はいつぐらいなんですか、何年ぐらい前なんですか、はい、初めて貸したのは。ここに書いてあるわ、私。わあ、ねえ、あれ。か、額もすごい。倍、これいけたから倍。そうですね。言うたら16年ぶりに会ったんですよね。こんな子やとは思わないんですよ。じゃあ、これすぐじゃないですか。12月。この時期に来てるの知らなかったんですよね、多分。知らないですよ、ね、もう怒らないだけって約束した方がいいですよ。こんなちょこちょこ来とってもらって、こことは16年ぶりやけど、それまでには来てるってことですよね。僕の同級生の親も大事にはしたくないって言ったんですけど、うん、今テレビ局が動いとるのも岐阜とかで今もやっとるらしいんですよ。そうですか。被害者がどんどん出とるらしいんですよ。もうこれはもうさすがに手助けにした方がいいんじゃないかって、被害者いっぱいやっぱ集めて、そうすると止まらないですよね、あれは。多分一生は続けると思いますよ。で、なんですか、その居酒屋で、その取られた後に居酒屋行ったんですか、取られる前に。取られる前ですね。取られたのは3日いたんですけど、はい、最後の日でしたね。最後に、一番最後にそう言うてね、ここへはね、私がもう入れんことを、もう本人も知っとるでね、はい、以後のことあるから、前のことあるからね、はい、お茶飲みに行って、帰ってきて、入ってきたんです、ここへね。あ、2日目の夜ね、そのよりはまだ、この人からも話、そんなことあったいうことは話も聞いてないし、ほんで優しい言うてくれる。そうですよね。もう本当に年寄りね、バカすくらもう何ともないんやね。この子がおらん時、おらん時お金のことは言うね。これでも警察とかには相談してるんですか。あの、僕問い合わせしたんですけど、はい、例えば直接の被害者さんじゃ、はい、が電話した被害届出さないことには、あの YouTube だけじゃ立件あのできないって言われたんですけど、はい、でもこれはもうさすがに、いや僕も
被害届出した方がいいと思います、本当に。そうですか。いや、治んないですよね。いや、まあ、俺確かに、まあ、家族ではあれですけど、やっぱ身内なんでって、はい、僕も、まあ、その、まあ、そんな、真面目じゃなかったの、中学校の時とか。だから、やんちゃくれで悪いことをして、やっぱり捕まって治ったから、やっぱり治んないです、はい。本人が本当に治してあげたいと思ったら、捕まらせんと。もう、せやけど、ちょっと話聞いてもったでね、まあ、胸がスイッとした。なんで今回の50万を返したのか分からない、俺。一回返してきたんですか？本当は返してきてないですね。行ったんじゃないですか、それ。それもね、通知を見せて。はい。帰ったよ、言うて、言わな、毎日閉められた、ね。あ、本当は返してきてないですね。自分でやったんですか、作ったんですか。そうなの、返してきたって言ってん。バレるよ。多分自分で入金した。入金したね。人に迷惑かけるようなことは何にもしてないのに、ふと親父とか言うたらしいわ。ここで手を挟むか知らないけど、それに向かって俺に、僕にですけど、お前のクソ親父って言ったんです。マジですか。ひどいな。ひどいでしょ。いや、本当にもう手合わせたりきたなんて全部嘘なんですね。全部お寺まで行って お茶出した。いや、いいですよ。本当大丈夫、本当大丈夫。ちょっと痛い目に合わせたらいいと。そうそう、やっぱり、でも動画はやっぱお願いだからされてくれって言いに来たんで、言われるんだと思いますよ。あんた動画で撮る人だろうって言って。あ、そうなんですか。徐々に広がって、徐々に広がっていくんで。結構 YouTube もトップページ来てますもんね。そうですね。僕しょっちゅう見てるんですけど。あ、マジですか。はい。でこういうのをやっぱり繰り返しやっぱやって、はい、やっぱ詰めてかんと、あいつを、はい、あいつ言うにこと書くと大声上げて言わないですか。おらーって。あー、そう急に吠えますよね。まくし立てるような、まくし立てるですよね。何言ってるか分かんないような言葉で。捕まるんですかね。いや、でも事件が広がれば多分捕まると思います。あの、どこにおるかはもう分かってるみたいなんで、テレビ局とかは。あ、住所分かりますか。ご存知ですか。あ、僕は今分かってないですけど、もしよかったら教えてあげますか。はい、ちょっと取ってきますね。はい。それは、あの、付き合ってる女の家の可能性もある。あ、そうです、なんかありますよね、はい、最初はさ、警察がさ、来てこのお父さんをって言っとったじゃん、うん、お父さんを連れて行きたいの、連れて行っておばあちゃん一人だけにさせたかったんかなと思ったんだよね。あ、そうです。そうしたら説得とかもできるし、そう、自分のやりたいことができる。まあそうだよな。そうそうそう。で、このお父さんがやっぱおると怒られるし、やっぱり、いや、本当です。それは何で住所分かったんですか。妹が聞いたんですかね。ああ、そうなんですか。妹は連絡取れてるんですか。はい、僕が出ましたら出ますね。最初すごい警戒されたんですけど、ね、何ですか。誰か分からない番号からかかってくるんで、はい、それに疲れたみたいで、はい、あ、もちろんあいつがそういろんな、僕だって分かったらもう出るようになる。あ、いや、すいません、すいません、すいません、ありがとうございます。帰ってきてなかったのかな。帰ってきてなかったのかな。お父さん、頼むで、もう責めんといて、もう私、あんたに迷惑かけへんで。もうここがやっぱ、チームワークしんとまた来ますよ。そうです、そう、絶対来る。あの、こうやって家を入るのを拒否したってことも、僕は聞いて、その、入れる前に聞いてなかったんですよ。我慢して。侮辱されるようなこと何もしてないし、僕的には。でも警察になんかそうやって通報したりとか、はい、居酒屋で侮辱して、はい、なんかその、心を話そうとしとったかもしれない。だから暴行するの、うん、そんだけ言って暴行させようとしたんじゃない。あ、手を出させようとした。で、そしたら、手出されましたって言って、お父さんを訴えれるから。そしたらお父さん捕まっちゃうから。ちょっとね、もうこれやられたら正当防衛でいけるみたいですね、今ね。そうです。先に、そう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 、はい、これでも暴行なんですよね。こうやってやられたんですか。やってきてないです。で、あとは変な技かけてきましたね、こうやって。でその警察に行ったら、それ言ってくれたら捕まえられるのにとか言ってますよね。それでも事件にしたいんじゃないですか。もう今からじゃ遅いんですか。遅いかどうかちょっと分からない。いや、これ事件にした方がいいかもしれないですよ、本当に。これが難しいのが、なんか被害の件数が多かったら詐欺になるけど、身内同士のお金の問題事って、そう、身内やからね。うん、警察と同じこと言ってた。そうですよね。もうお金を借りるとはもう思わんからね。うん、もう私は
見積もろうと思ってます。まあでも本当に、まあ僕もいろいろそういうお手伝いしながら話も動いとるんで、またちょっと進み次第で、ちょっとその妹さんにもちょっと話できれば聞きたいと思うんで、はい、直接あります、あります、もし連絡取れればですけど、持ってきて電話、え出ますかね、出ますよね、お腹ゴロゴロだった。こういうカメラあるんですよ。待って待って。なってるっす。ちゃん、おばあちゃんは久しぶりやね。あのちょっと待って、変わるでね。あ、いいですか。うん、あ、どうぞ。あ、もしもし。あの塗り替え道場の小林と申しますけど、あの今ちょっとあのなんで義理のお兄さん？自分のお兄ちゃんでしょ。あ、いやお兄さん。あ。あ、わかりました、ありがとうございます。またじゃあちょっと変わりますね、一度お電話。もう全然なんか、もしもし、もう縁も切って着信拒否もしよう、変わりたくないんで、うん、あんね、うん、なさけないね、うん、怖いですね。でも今度は録音して、いい子、おいしいじゃん。あ、今日はありがとうございます。ありがとうございました。長い時間、すいません、すいません、ありがとうございます。本当に遠かったですねこれ僕なんで、はい、僕はあの猿になってますねなんか名前って塗り替え道場とかに書いといたり、あ、俺置くとこか、これ書いてたのか、ここいい暮らしして見えるみたいなんですけど、はい、私お金なくて最初ぐらいなくて困ってるんですけど、あ、マジですか、はい、一緒に、あ、マジですか、が来ないんですか、が来る、来る、来るんです、なんで私も お母さんとしてお涙頂戴でお金を貸しまして、貸したんですか、いくら貸したんですか、何公共の場所、まあ、場所だけ、もしもーし、あ、うん、ごめんね、はい、港区でさ、ちょっと打ち合わせが一件あるんだけどさ、どうして逃げるんですか、話できないんですか、いやもう帰りたいな、帰りたいって言えよ、まあ、それ誰か言ってください、いやいや話しろ、はい、じゃあもう走らんとき、どかしかったじゃん、じゃあだってこう被害者じゃん、